は、こんばんちは。偽マモブです。あ、そういうこと？そういうことじゃないみたいだけどね。はい、昨日は、南つくば、9ホールのゴルフ場と、9ホールのミニコースってね、呼んでるけど、ショートコースがあるところで、ミニコースプラス9ホールというプランで、久々、最近はね、まあ、腰や背中痛くなってから、だいたい月1ゴルファーになっておりまして、それまでは週じゃね、月3、4回、多い時は5回、ね、しかも日程が、こう、密になっていったりして、多分そういうのもやっぱりね、影響してたんでしょうかね。月1、はい。で、年取ってくると、すぐ具合悪くならないんでね、2日ぐらい経ってから、だいたい具合悪くなるのが常でしたので、今日、明日、ね、明後日、その辺ですね。はい。ここがどう乗り切れるのか、乗り切れないのか、乗り倉だけなのか、その辺でね、運命が決まってくるという感じでしょうかね。はい。まあ、今次こうやばくなったら今度は、ね、医者が言ってたけど、整形外科。うん。それは関係ないけど、京成電鉄脱線しただってね、昨日か一昨日ね。うん。昔底抜け脱線トリオっていうのありましたけど、まあそれは置いといて、南つくば。でね、朝、ね、明日行くって、行けたら行くって言っといて、したら、いや、朝の具合で、調子でいいですよって言って、そこでやりとりが取れてたので、切れてたので、あれ？迎えに来てくれるのかな？どうなのかな？なんかクエスチョンでしょ？これからそちら向かいますとか言って出るときに、一メールあれば、あ、来るんだなっていうのが明確だからわかるんだけど、あれ来るのかな、多分来るのかなでいたんだよね。でも、あれ ?8 時になった。8時半になった。ゴルフ場8時からやってるよなって。朝6時に出てくるって言ったよな。あれ？じゃあ直接行っちゃったのかな？で、ちょっとメール、あ、でも運転してるんだよね。うん。じゃ、ちょっと、控えようと思って。じゃあ多分行っちゃったんだな。現地集合だったんだな。っていうことなので、現地に行ったら、うん。向かいに、あと15分みたいな感じで、え？来るの？みたいな感じで。このズレね。一メール、二メール、ちょっと、入れるだけで、違いますんで、次回、よろしくお願いします。はい。時間、場所、経路、はい。行き方、ここは、あらかじめそうだろうなっていうのは、あっても、それは毎回、やっぱり、明確にした方が、いいです。はい。それは、言えると思いますよ。はい。その辺をね、基本にのっとって、その辺は基本にのっとってね、やった方が、ズレが、生じにくいと。うん。生じたろうだと思いますけど。はい。その辺で、一つ、前日、もしくは当日の確認一本。これがあるとないとでは、ちょっと、違ってくるんではないかというところです。うん。そんなこんなで朝はズレから始まっておりますけどね。はい。でまあ結局俺が一番先についてるわけですよ。そうするとじゃあショートコース先回ってよかっていうことになってね、ブラブラ
回り始めるわけです。そうすると向こうからなんかこうホールをまっすぐこう次々来ないで、ホールの間を抜けてきて、途中でなんかこうね、女性の打った球が近くに着弾したりとかね、ここは戦場かみたいな感じでなんか近づいてきて、お兄さんがいてね、あれみたいな感じでね、うん、その待ち合わせ組じゃない方ね、の某 T さんがやってまいりまして、お久しぶりです、今年は初めてです、あ、そうだっけみたいな感じでね、うん、なんかねそんな感じがしないんですけれどもね。で途中から合流して、でちょこちょこ回り始めました。私はもちろんね、左トンペイです。だいたい左しか持ってってないからね、うん、でそのうちにわざわざうちまで迎えに来てくれた人がね2名、はい、後からまた合流して都合4名で始まりましたけれどもね、まあ、その様子はセベケンのゴルフの方の、動画の方にも映ってると思いますので、はい、そっちの方で安否確認してください。はい、で左の方は私はまあそうだね、まだ若干押し出し気味でクラブヘッドが触れてないっていうのもあるし、ショートアプローチとかパターはいいんですよ、ちょこちょこパターマットでやってるし、そこから先のね腰より要は手が上に上がってくる段階のポジショニング、左のここがねなんかまだこうしっくりこない感じで、毎回ちょっとずつずれるんで、まあ、それがこう出玉のね、まあ、主に押し出しでね、押し出さないようにっていうんでこっち側に振ってみようっていうんで、引っ張るっていうのがね、まあ引っ張る方が少ないので、うん、やはり左の場合は、どっち？右向け右か。右向け右側にビュンと触れてった方がいいと。やっぱり右でやってる時のね、左向け左の流れ。うん、これなんかも、と、共通しますね。目標方向に打とうとすると押し出してしまうという。うん。やっぱり左右、ね、理論はね、同じ流れで、成り立っている感じですね、うん、ただ左だとやっぱり左手のこの感性っていうのかな、例えばキャッチボールやるんでも左でやるとなんかこう女の子投げみたくなっちゃってなんかぎこちなくなる、このなんかこう振り上げポジショニングがね、うん、右で言ってるようにこのどこから折り返してきてもオンプレーになるようなポジショニングっていうのが まだね左手の方のこの神経回路とこの脳みその回路がね、まだこう、微妙に繋がってないですね。パターとショートアプローチはだいぶ繋がってきて、スッと構えてスッと振って、スッと振り出せるんですけれどもね。うん、クラブヘッドをね。その辺かな、腰より上になった時の、うん、ポジショニングと、そこからこう、振り出していくね。だから逆だから右足の踏み込みになるわけですか。で、右向け右になるね。この辺の一連の流れはね、もうちょっと、まあ、練習はしなくてもね、素振りで、なんとか、うん。まあ、それなりには前に行くんだけど、まあ、セベとか、ああいう、ね、南つくばなら平たいからいいけど、セベとかちょっとこういう、ああいう起伏があるコースでしかも、普通の白 T からだと、ちょっとまだ厳しいかなっていう段階ですね。普通に右でね、今まで一緒に回ってる人たちの流れとは、ちょっと結構違ってしまうので、まだセベでダボペースは、白 T はちょっときついんじゃないかなっていうところでね、次回セベは、まあ、スコアつけなくてね、遊べるゴルフの場合は別に、俺レディースティーからやるようでいいけど、まあ、コンペ的なものだと、
そうはいかないので、左右混合、まあ左右混合って言ってもね、別にルール違反にはならないから、ここは左で大丈夫、ここは右で一応打っといた方がいいかなっていうところでね、やるとちょうどいいんじゃないか、スイッチヒッターみたいなね、ラウンド中にいろいろ右左入れ替わるというね、今度一回右左で一打ずつ書いていくやつをやってみようかなという新ジャンルをね、開拓しようかと思っておりますけれどもね、うん、ハーフセットとハーフセットでフルセットみたいな感じでね、うん、それでも14本でね、もう十分すぎるほどクラブ足りますからね、そんないらねえかな、4本4本で十分だね、うん、そんな感じでできるんじゃない、うん、で左の効能っていうのは、まあ、左がね、まあまあダフリトップ少なめに当たるっていうのもあったけれども、右に持ち替えた時ね、別の T さんも言ってたけど、右の時余計なことしなくて済むみたいなところがあって、昨日ね、人のクラブで右で持ち替えてやった時のショットって、まあ8割方ね、まあまあ俺でも自分で、俺意外といい当たりっていうのがだいたい8割方出てんだよ。これこの8割すごい続いてったらすげえ楽なゴールだけど、まあずっと右でやったらずっとそのショットは出ないけど、ほぼほぼショートコースの方で人のテクシオアイアンで打ったやつもだいたいそうですね、うん、まあ大まかに狙ってる方向にはカシッと捉えていってるし、オンコースの方でもTW だからタイガーウッズじゃなくてトム・ワトソンね、ゴールデンダムのやつですよ、あれの6番アイアンとかで打ったやつなんかは結構ほとんどピン筋っていうんですか、うん、まあその時はピン筋狙ってったからピン筋なんだけどね、グリーン真ん中狙ってホールインワンするのはミスショットですからね、そこのとこをよろしくお願いしますね、うん、ピン狙ってったら、あのピンを狙ってるわけじゃないけどピンの方向で狙ってったら、まあ、ピン筋でグリーンエッジで寄せ、ね、その後左で寄せワンパーですけれども、まあ、そういう風にもできるし、であとね、知ってる人は知ってる、あの8番ホールちょっと長めのショートホールあるじゃない、うん、あそこで、うん、T さんの5番ウッドなんかね、塗装削ってクリア塗ったような感じの、なんか木目が出てるやつね。あ、これいいじゃない。で、ちょっと、これ打ってみる。で、ポーンと打ったらさ、うん、あのグリーンの真ん中にビタッと乗ってね。まあ、バーディーパット入んなかったけど、ほぼほぼ右でやった時に、無駄な動きが、そがれてるという感じで、うん。こう、左でね、なるべくこう、当たるようにっていうかね、あの、振ってる感じが、右で打った時も余計なことしない動きになって、右のショットも良くなってくるというね。ぜひね、スイッチゴルフ。はい。鈴木なんとかプロっていう人が、あの、提唱してるんですけれども、うん。いいですよ。スイッチゴルフで検索すると出てきますから、うん。と、左でやることが、右のショットにも生きてきて、あのインパクトが安定するということですね、うん、だからインパクトが安定すれば縦距離も安定すると、縦距離が安定しているときは左右のブレも少ないと、まあ、全部両立一石二鳥でしか成り立たないんですよ、うん、距離ぴったりだけど方向はブレるとかねはなかなかないのよ、うん、ただ方向だけでいくと縦距離はブレることがあると。なので私は距離から入るわけですね。うん。アプローチもそうで、ね、ショートアプローチはそんなに左右グリーン外しちゃうことブレないけど、縦は、あ、打っちゃったってグリーンオーバーしちゃったり、バンカーだとね、ホームランとかなるとあるので、うん。打った時の縦距離を揃えようとスイッチしていくことによって、横幅も揃ってくるというね。うん、普通のショットだったら、アイアンだったら、下から2本目のライン。ここが、重要になってきて、薄らトップね。左でやってみるとわかるけど、ダフったらもうおしまいなのよ。
昨日もね、2、3回ちょっと空振りに近い、度数って言ってちょこっとしか飛ばないやつがあったんだけど、度数から入ると、やっぱそこで丸ごと1打、全然進まないで終わっちゃう。でもトップアンまで行けば、あれと思いながら、コロコロ転がって、グリーン1ぐらいまで行っちゃって、まあ普通に当たって飛んだ時と、結果的にはほぼ変わらないっていう。でそのショットが増えてくると、うん、大叩き数も、減ってくるわけですよ。結果オーライで言ったら、気分的にも、あ、ミスショットだったけど結果オーライってなるじゃん。ところが、ドスッとダフって、ちょこんとしか行かないと、あれ、もうほとんど空振りに近いっていう、ね、その精神的なダメージも大きいから。ね、できれば、トップアーまで、はい、転がしていってみてください。はい。そんで、あとは、まあ終わって、昨日だから、まあまあ、左は結構叩いたので、で、途中で右で打ったりとかして遊んでいるので、特にスコアはつけてませんね。はい。この間ね、セベで55と60で回ったけど、それより悪かったんじゃないかな、スコア的には。うん。まあそういう時はあっさりスコアゴルフにこだわらんでね、何が一番つまらないゴルフかというと、スコアゴルフが一番つまんないんですよ。大きな広いフィールドの中でね、数字頭の中で入れててね、何が楽しいのかなーなんてね。まあ、でも、ね、それを糧として生きている人もいるのでね、うん、そうじゃないところでね、やってきてね。一応数えてるけど、まあ、ちょっと、まあ、ダブルパー以上になってきたら、ちょっともう、まあ、ダブルパー以上はなかったんだけどね。うん。まあ、ロングホールで10、ミドルホールで8っていうのあるから、ギリギリ止まってんだけど、でもまあ、これ数えてってもな、と。ね。なゆった、あすおき、無料対数じゃないけど、もう、そう、ダボ以上。だから、やっぱ、ダボで回れるゴルフがまあ、流れ的にね、うん、無理のないゴルフだと思うので、だいたいダボぐらいで上がってるなっていう時から数え始めれば、いいと思いますよ。うん。そこまでは、打つこととか、やっぱ球転がすことを楽しむっていうね、楽しくなければ意味ないじゃんっていう話だよね。なんかスコア割と機嫌悪い人とかさ、なんかね、賭けゴルフとかやって負けるとさ、不機嫌で先に帰っちゃう人とかさ、やめればゴルフって話だよね。うん。ね、そういったことなので楽しみ。昨日も、もう秋で、秋深まってきて、もみじ綺麗でしたよ。すごい真っ赤に染まっていてね。うん、写真も撮りましたけれどもね。ゴルフ場でもちょっとね、プレーを円滑に進めてね、そしてもみじの写真とか撮るね、ゆとりとね、うん、時間的ゆとりも、あれこれ考えてね、うん、こうじゃないか、あじゃないかって言っても結局ダフるんだから、そこはね、転がしてって、で、ね、もみじ綺麗だな、で、いいわけですよ。ね。そういうゴルフを提唱します。はい。で、終わった後、そうですね。練習場あるんですよ。で、そこで、ね、T さんが、なんかショットやってたんで。で、なんか、でもなんかね、振り幅小さくて止める打ち方なんですよ。あ、その打ち方どっかでなんか見たことあるなって、なんて思いながら見ててね、ことごとく出ないんですよ。一番手前のバンカー、練習場の手前のバンカーで、顎がめっちゃ高いんですよ。背丈ぐらいあるかな？うん。で、しかも砂も結構入ってて柔らかいと。あれね、小さい振りで打つと、どうしても、で、ボールダイレクト気味に取られると、高さが出ないんです。うん。なので、ちょっとね、見本じゃないけど、うん。こう、じゃあ、打ってみようかな、みたいな感じで打って。で、パン、パン、パンって打つと、三つともピンそばに寄るわけですよ。ね。だからまあ、ね。一応、ゴルフ生活50年は伊達じゃなかったぐらいな感じでね。うん。まあ、たまたまね、その3発うまくいっただけなのよ。うん、本当はね。うん。で、その後でほら、ね。平らなとこは出るのよ。左足下がりのバンカーとかやると、やっぱ俺でもその高い箱だと出なかったりするんだけどね。まあ、そっちの方の打ち方もちょっと教えておいたけど、うん。
そっちの方の内側から入ると、顎高いので、やっぱりフェースは開く。フェースは開くんだけど、左足下がりなので、球の高さは出ないね。だからまあ、フェース開くんだけど、それで、まあ、いわゆる、ちょっとカット気味に、で、ヘッドスピード速く、ビュンっていうね、高さ出ないんだけど、一応スピンかけて、止めないと、高さが出ないだけに、グリーンこぼれちゃったりするからね、左に下がりの場合は。そうすると、そこは、ちょっとギャンブルになるんだけれども、フェース開いてヘッドスピード上げて、砂の取りは薄めっていうやつ、やるわけ。いや、左足下がりだから、そんなに砂の量は取れないの。うん。だから、トップはしやすくなるわけなので、普段、バンカーで砂取りすぎて出ない人は、意外と左足下がりの方が、砂は取りづらいけど、ただ、フェースを開いてヘッドスピードを上げるっていうね、このヒュンっていう言ってんで、フォロースルーはあんまり大きく取らない。低く、斜面なりに抜いていくっていう、風にやると、意外と、それはね、振り幅を小さく、小さい範囲でヘッドスピードを上げるという、押すんじゃなくてね、これがまた難しいところなんで、ヒュンって振る、ね、振って、フィニッシュは腰のあたりにスッと収める。この腰っていうところがメインで、腰に収めるってことは、左向け左で左に振り抜けてるってことね。バンカーショットでやっちゃう。まあ普通のショットでもそうだけど、目標方向に振り抜こうとすると、ね、フェースが開いてくるのよ。やってみるとわかるけど、左にロフトを変えないで振り抜いていくと、そのままロフトが、同じロフトで抜けるわけね。ところが、目標方向に顎高いからって振り上げていくと、どん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 開いていくのよ、フェースって。目標方向に。要は左脇を開けてこう、振っていく感じになるからね。左手の甲が空向いちゃうのね。そうすると、ロフトが増えてるので、普通のバンカーでも、距離が足りなくなるんだよ。こう。そこなので、左足下がりじゃなくて、平らなライとか左足上がりの、ね、どちらかというと出やすいライの場合は、大きく振るんです。中部さんも言ってたけど。普通のドライバーショットのトップぐらいまでも振り上げちゃうんです。はい。で、そこから、ね、落としていくんだけど、そこも加減しないの。こんなに振り上げちゃって大丈夫かなっていうところでいいのよ。うん。もう一人のね、某 M さんなんかは、何遍言っても振り上がんないのよ。で、ちっちゃく振って、低い球打って、出ないって、それは出ないよね。うん。で、人が向こうにいると飛んじゃって、当たると怖いからって言って、ネットに向かって打ってたのよ。で、そのネットも、ね、外側の道路に向けて貼ってあるネットに向けて打ってたから、ね、あそこのほら、何人かわかんない日本語のうまい、ね、方ね、スリランカとか、なんかあっちの方の人かな、はい、ネットの方に打たないでね、みたいな言われちゃってさ、また怒られてるわ、この人、みたいなね。前も近くの風呂へ行った時、めちゃくちゃ喋ってて、今コロナ禍なんでね、おしゃべりは控えてくださいって怒られてましたけどね。なんかこうね、多分学校でも怒られるタイプだったんだろうね。うん。なんかこう、人がね、やっちゃいけないっていうことをね、やってるっていう、そういう運命にある人ですけれどもね。うん。俺も内心危ないなと思ってたんだけど、ね、ネット張ったけど、どっかちょっとこう、緩いところがあったら、外にね、飛び出てね、うん。まあ、歩行者いないけど、ね、トラックのうんちゃんのね、ところに当たったらさ、ね、菅原文太みたいな人がね、さ、ね、の野郎とか来るかもしれないからね。うん。一番いいのは、バンカーショットで、ホームランでもいいから、ね、ピンのところに人を立たせてやると。はい。ね。それで、やれば、ね、それぐらいの思い切りで、で、立った人は、ライナーできたら、逃げると。反射神経の練習ですね。はい。それぐらいの感じでね、恐れず思い切り振ってください。はい。だってね、ホールインワンね、2回もやってんだから、ね、ピンに当てるの得意なはずなんだよね。うん。したら、思い切り振ってください。ただ、その時に、ね、普段あなたがやってるドライバーショットの力んだショットやっちゃダメなの。
力むとヘッドスピード緩むから、うん。あの、バンカーショット練習するとドライバー飛ぶようになるんだよ。ヘッド走らせるから。そんで、力抜いた方がヘッド走るっていう要領が分かってくるのね。そうするとドライバー持った時に飛ばそう飛ばそうで飛ばないっていう結果じゃなくてね。ゼロ番アイアン思いっきり振ってね、ドダ振りしてね、目土目土なんて騒ぐ必要ないからね。うん。そういったことなので、バンカーショットは気楽に大きく振り上げて、ね。で、ドライバー振るようにビュンと振ってる。ね。前も言ったんだけど、その砂の下にゴムの T があって、ね。そのゴムの T をちょっとペチッと鳴らしながら、だから深さで言うと1センチ。よくボールの右2センチとか3センチのところ叩きなさいって言っても、普段ダフリトップやってる人がボールの右2センチにきっちり入れられるわけないのよ。その入れる範囲は大雑把でいいのよ。ただ、トップしちゃうと顎に当たって戻ってきちゃったりするじゃない？だからボールより1センチ下。まぁ、ちょっと上手くなってきたら5ミリ下みたいな感覚で、まぁ、薄い方がスピン量もかかるからね。いいんだけど、まぁ、1センチ下の砂ごとトーンって叩いてあげるっていう。どっちかっていうと、深さ？この深さの方が大事なんで、実際にはね。要は砂の薄いバンカーは跳ねられちゃうから、ね、深く入れると、ボーンってバウンドしちゃうでしょ？クラブヘッドが。その場合は、5ミリ。どうせ砂の、そう、5ミリぐらいしかないから、ちょっとケチってるからね。5ミリで、ポンと抜いていくわけ。うん。で、砂の量が多くてね、これ、どう考えても、結構砂、ギリギリで取っても取れちゃうなっていう時はもう、1センチって決めて、1センチの分量だけスパッと取るわけね。うん。で、その時に、ソールで叩くのね。うん。ソールこと。うん。で、基本はちょっとだけ開くと。私の場合はね。うん。スクエアに入れると砂いっぱい取りやすくなるのよ。やってみればわかるけど、スコップと一緒でね。スコップも斜めに持っていったら砂がこう逃げるでしょ。そういう感じでやるわけです。はい。で、ショットの球の飛んでく方向と振る方向とね、違うんだよって泣き分かれ法則がバンカーでも生きていて、まあ感覚としては、まあ、フェースを若干開くので、そんなには左に飛ばないんだけど、砂は左に飛ばす。ボールはまっすぐ飛んでいくっていう。ここの泣き分かれをやってください。はい。左向け左で、ロフトを変えないまま左に振り抜いていく。で、砂の量は1センチ分の深さだけを抜いていく。うん。で、インパクトは緩めないで、そのままフィニッシュまで。取っちゃう。大きく振るっていうことですね。うん。そういうことなので。うん。ただほら、砂に抵抗に負けないように、インパクトでギュッと握っちゃう人いるんでしょ。あれもダメなの。均等に行くの。大きく振って、フワンって抜く、イメージとしては、奥田プロのロブショットみたいな感じ。スーッと上げて、あれそんなにこんな近い距離で大きく振りかぶって大丈夫っていうところで、スポンって力まないで抜いていくね。あの感じで砂は左にボールは右にっていう感じで打つと結構背の高さのバンカーでもよっぽど近いところにいない限りは上がります。やってみてください。ね、昨日 T さんやって出るようになっちゃったのよ。で途中でさ、カップインしちゃったりしてさ、あれ俺より上手くなっちゃったよみたいな、教えなきゃよかったみたいなね。そんなことはないけどね。はい。一旦うまくいくと練習も楽しくなってくんでね。はい。また次回、もしよろしかったら、南筑波のバンカーで待ってるぜ。はい。それではまた、お時間なので、バイバイキーン。